混雑がいよいよ解消されるのかなということで、大変地域の皆さん方にとってですね、喜ばしいことであると思っております。この中学校をはじめですね、周辺には学校もいくつもあるということで、安全の面でも大いに貢献をしてくれるのかなと思っておるところであります。舞台バイパスの開通により慢性的な渋滞が解消され、幹線道路としての利便性の向上に伴い、近隣地域との連携強化および公共施設等のネットワークの強化が図られるとともに、広域道路網へのアクセス向上による地域経済の活性化並びに企業誘致等による雇用促進にもつながるものと考えております。前にお願いします。皆様、交通安全の願いを込めて文字をなぞっていただいております。今はハサミをテープに当ててそのままお待ちください。参ります。3、2、1、どうぞ。ありがとうございました。どうぞ盛大な拍手をお送りください。渋滞がひどくって、大きい道路、大きい車なんかも結構交通量あったので、こういう大きい広い道路が開通したっていうことで渋滞が緩和されてすごく嬉しいです。めったにない機会なので嬉しかったです。楽しかったです。